こんにちは、吉谷さん、お疲れ様でございます。まあね、本当に1万本2万本動画があるよっていう風な、その下地の上にテクニックですからね。テクニックだけで行動が10、20ではこれ何も生きないと思いますよね。で、テクノロジーって話をしますけども、じゃあ一夜にしてね、私たち普通の人が稼げるテクノロジーはあるんでしょうかってことですけども、それはあります。目の前にあります。 YouTube ですよ、 Google ですよ、インターネットですよ。インターネットっていう波がやってきて、こうすげえ世の中になったなと私今でも思いますよ。でも多くの人がインターネットのありがたみとかその効果っていうのを全く感じてないですね。当たり前に使って、こんなもんで稼げるわけないじゃん、いやもっと言ったらこんなものから稼ごうとすら思ってないで、思ってないんじゃないですかね。私はこの YouTube の効果っていうのが途方もなくすごいと思ってますよ。これがなんで理解できるか、そして理解できない方がいるかっていうと、やり込んでないからなんですよ。さすがにね、YouTube、そうですね、最近の例で言うと、みんなの銀行っていうアプリがあるでしょ？スマホアプリ。みんなの銀行の紹介動画を100本以上私撮りました。そうすると、今、みんなの銀行を紹介する動画を撮らなくても、1日1000円、2000円なら入ってくるんですよ。ね、これが YouTube の力じゃないですか。その他みんなの銀行を紹介すると、実は広告もついてます。どこの広告がつくかというと、みんなの銀行、もしくはその他の金融機関の広告がつきます。そこからも広告料が入ります。ね。動画を作らなくても、1万本、2万本の動画を作ると、毎月10万円前後が定期的に入ってくるんですよ。じゃあですね、動画を10万本作ったらどうなるかってことなんですよ。単純に7、8倍になるでしょ。そしたら、私ね、70万円ぐらい毎月毎月入金があるってことになりますよ。じゃあ10万本動画作ろうかなと思うじゃないですか、ね、あの魔法の方法はありません。すでにインターネットや YouTube が魔法だからです。あとはその魔法にきちんと私たちが足並みを揃えるだけなんですよ。こんなすごいことが今私たちの手の中に無料であるわけですよ。さすがに私もね、 YouTube ない、インターネットない、でもコツコツだけやる、では花開きません。コツコツとやったところで私花開きません。 YouTube があるから、インターネットがあるから花開いてるだけなんですよ。で、この例えば YouTube ってものを使い倒すことによって魔法がかかるんですよ。だって YouTube が魔法ですからね。ここなんですよ、大きく違うのは。 YouTube をそれほどまでに評価してないんですよ。だからやらない、やっても続かないんですよ。私は思いますけども、何を犠牲にしても YouTube をやるべきだと思いますよ。何を犠牲にしてもコンテンツビジネスで無料のコンテンツをバン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 作るべきだと思います。このインターネットの空間で自分を有名にすること、それ以上に重要なことはないと言ってもいいです。有名にすることによって収入も入るし、自分の立場も守られるし、影響力も出てくるし、何もかも思い通りですよ、ね、先日私はエステに行ってちょっと悪い対応を受けたんで、それを YouTube 動画にアップロードしました。これは別に嫌がらせをするわけではなくて、私はそう感じましたよというレビューをしたんですよ。そういうことによって何が起きるかっていうと、例えばそれを見たエステ関係の方は、あ、ちゃんとやらないとこういうふうに動画を作られちゃ困ったなと思うわけなんですよ。だから業界の、自浄作用も高まると思いますし、なんせね、泣き寝入りをしていたユーザーさんが、お客様がこういうふうな力を手に入れて、ちゃんと自己表現すれば、それが一つの牽制になり、サービスのレベルはどんどん上がってくるんですよ。まあ、ちょっとこの辺にね、クレーム関係のことはさせていただきますけども、結局は YouTube というものがあるのにそれを使わないっていうのはどういうことかっていうと、そうですね、車があるのに使わずに自転車で通って通勤距離が長いとか疲れたとか言ってるようなもんなんですよ。まあ、それはそうでしょう。でも自動車が私たちの手に届くようなものになった時に、車を買って通勤した方が良くないですか。しかもそれはレジャーにも使えるんですよ。そうなんですよ、 YouTube と似てるのはここです。 YouTube は稼ぎの手段としても使えますけども、レジャーとしても使えるし、人生記録としても残るんですよ。私のアカウント、私が死んだ後は多分ヤマト君が見るでしょう。アカウントにログインして内部を見るかもしれません。何よりもの財産じゃないですかね。そういうふうにして自分の意思を後世に残すこともできるという副産物が残る。でも YouTube をやらなかった方、インターネットを使わなかったからは
まあ遺書を書くのが精一杯でしょうね。伝えきれない思いが多分封じ込められたまま命を閉じるんじゃないですかね。もちろん伝えたいことがないっていう方はあんまり関係ないかもしれませんけども、私はこの自分の人生を一人でも多くの方に伝えていきたいし、その中で最たるものは家族に残してあげたいですね。まあいろいろと言うことが増えましたけども、とにかくね、 YouTube を使ったらどんな世界に運んでくれるのかってこと、このインパクトが感じれないってことはもうお金を稼ぐセンスがねないと言ってもいいかもしれません。だから私は分かってくださるまで何回でも言いますし、何回でも動画を撮ります。あ、儲けてる久保さんがこれほどまでに YouTube って言ってんだったらそうなんだろうな、儲けてる久保さんがこれほどまでに YouTube をやってるってことは、吉谷さんがやってるってことはそうなんだろうなと思っていただくまで私はやりますね。仮に私がやれやれ言うだけで自分でやってなかったら信じてもらえないのも分かりますけども、 YouTube って儲かるんですかって質問はそろそろねやめてほしいですね。私を見てどう思いますってことなんですよ。少なくともそれは YouTube をやってない人に対しての質問だと思いますよ。 YouTube を1万本以上作ってきて10万本をやろうかとしてる私にですね、 YouTube って儲かるんですかって聞かれたところ、まあ答えないことはないですよ。儲かりますよとは言いますけども、ただやっぱりね、プロ野球選手にプロって儲かるんですかって言ってるのと同じじゃないですかね。まあ今回はこのぐらいにしておきましょうか。まあ、本当にね、勘違いをしないように物事は捉えた方がいいのかなと思いますね。特にインターネットや YouTube っていうのはとてつもない魔法ですよ。あなたの人生を爆発的に変えてくれます。でも電話やメールのやり取りぐらいにしか使わないんだったら、その魔法も宝の持ち腐りかなと思いますね。では、いってらっしゃい。